お元気ですか？谷村新司です。スイカを切った時の香り、夏が来ましたよって五感を刺激してくれますよね。和菓子屋さんの店先にも水羊羹とかくず餅、これが季節を教えてくれる、そんな今日この頃です。さあ今日もゆったりと気ままな一人語りラジテレ、あなたと一緒にゆっくりゆっくり小さな旅を始めてまいりましょう。さあ、今回のテーマは声です。声、今こうやって喋ってるこの声ですよね。声で歌を届ける旅、これを続けているのは谷村ですけども、ある日ふと声について考えたことがあります。1000人いると1000通りの違った声がある。声帯をこう震わせて音を発する、これ医学的な声の説明だと思うんですけども、男性と女性は基本的に違う音域の声を発しています。この声の違いで性別を判断、我々しているところ多いんじゃないかなと思います。子どもの頃振り返ってみると、男の子と女の子の声はそんなに違ってなかったと思いませんか？ところが、男の子だけ、男性だけがある時期に声が変化します。いわゆる声変わりというやつ。この時から男性の声は女性の声よりも低くなります。そして、女性とは違う音域に突入していきます。まあ科学的に言えば波動が緩やかで大きくなっていくということ。女性には出せない声域を男性がみんな自然に身につけていく、それも男性だけで、しかも13歳あたりという、これってすごい秘密がありそうな気がしませんか？この男性だけの声の変化っていうのは、女性には出せない、この音域の響き、きっと女性の耳には魅力的に感じるのかもしれません。だから声に惹かれるっていう女性が多いのかなっていう気がいたします。この男性だけに声が変化する、この秘密を探っていくととっても深いところにたどり着けるのかもしれませんね。ぜひあなたも、チャレンジしてみてくださいね。ここで谷村がこうだからですよって今日は言いません。みんなそれぞれ調べてみると何か素敵なストーリーに気づくかもわかりませんね。